日本で郵便制度が始まったのは1871明治4年である政府は郵便網の整備を急ぐが財政力は心もとないそこで各地の資産からに郵便取扱役という地位を授け代わりに無償で郵便取扱所を開設してもらう町村部の取扱所は 1886年に三島郵便局と解消されたされど名誉職の郵便局長に支給されるのはわずかな手当のみ経費を賄うことができず役目を返上する人もいた郵便局の原点をたどると官業でありながら民間の支えなしには成り立たなかった事実が浮かび上がる。 平成の郵政民営化を経て、日本郵政グループは郵便貯金保険の全国一律サービスを義務付けられている拠点となる郵便局の数は全国約2万4千箇所に及ぶ政府はこのネットワークを有効活用すべく郵便局が自治体から受託できる行政事務を 拡充する検討に入った一部の郵便局は今も住民票の写しなどを交付しておりこれら受託事務の幅を広げる方向だ。来年は郵便局員が空き家を見守るサービスも施行する。民営化後は残念ながら不祥事が相次いだ。地域に貢献的に寄り添い住民を支えることが 信頼回復へとつながるはずである」。